基本から応用へ。はい、こんにちは、レトスの小野です。今回はですね、基本の重要性について、お伝えできればと思います。多くの方がね、基本をちゃんと理解していない。だからもうどれだけ勉強しても、どれだけ過去問を解いても、過去問の点数だけ上がって本試験では全然点数が取れないと、いうふうになっています。なんでね、ちゃんと基本を抑える。で、基本ってどういったことなのか、それをね、今回定等権と寝定等権、これの違いについてお伝えしますね。具体例としてお伝えしますんで、ぜひね、これからの勉強の参考にしてみてください。こうやって、あ、基本を抑えていくんだ、それでその基本からどうやって応用につなげていくのかっていうことをね、今回お話しさせていただければと思います。で、定等権、寝定等権ってどうですかね、勉強されましたかね。どういったイメージがありますか、定等権、寝定等権って。簡単にでいいんで、説明できますでしょうか。例えば、私があなたに1000万円貸したとします。私としては、1000万円返ってこなかったら困るわけですよ。困りますよね。だから、そのために保証が欲しいわけですよ。で、人で保証してもらうのが、連帯保証人とか、普通保証人とか、保証人ですよね。人で保証するのが保証人。土地とかね、不動産で保証するのが、定等権とか寝定等権なんですよ。だから私がお金を貸して返ってこなかったら困るから、例えば連帯保証につけてくださいねとかね、定等権設定してくださいねとかっていう話になってくるわけです。人で保証するのが連帯保証人、保証人ですね。土地とか不動産、建物とかの不動産で保証するのが定等権、寝定等権っていう、まずイメージなんだっていうふうに、まずね、一つ頭に入れておきましょう。で、今回は定等権、寝定等権の話なんで、ちょっとそっちに絞ってね、解説するんですけども、もしあなたが借りた1000万円を返してくれなかったら、どうするかっていうと、定等権が設定された、土地、これを私がね、競売にかけて、つまりオークションにかけて、で、誰かが、そのオークションで落札するわけですよね。まあ、ヤフオクみたいなもんですよ。誰かが落としますと。例えば、まあ、1000万円で誰かを落としたって言ったら、その代金から私はお金を返してもらうというのが、定等権、寝定等権の、まあ、おおよそのイメージなんですね。で、これをもとにですよ。これをもとに、じゃあ、定等権と寝定等権、どう違うのか。この基本を押さえていきましょう。基本。定等権っていうのは、何を保証するのか、これを決めるんですね。何を保証するのか。今で言うと、私は1000万円貸しました。ってことは、私はあなたから1000万円を返してもらう権利を持っています。権利をね。まあ、いわゆるこれ貸金債権っていう権利です。これを保証するために、定等権を設定してるんです。つまり、この債権を保証するってこう決めてるわけなんですよね。私が持っている債権、まあ、貸金債権と思ってください。で、定等権を設定したあなたが所有している土地があります。これとこれはもう繋がってるわけなんですよ。この債権と、この定等権を設定したあなたが所有する土地とが、これ結びついている。これが定等権の基本なんですね。何を保証するのか。つまり債権が特定されているんだよってことです。この債権ですよ。保証する債権はこれです。これを基本に押さえておいて、応用に持っていきます。まあ、応用って言ってもね、基本的なところなんですけども、基本の中の基本が今言った内容なんですね。何を保証するのか、債権がこれ特定されてるんですよ。これが基本の中の基本です。で、次が基本の中でもちょっと応用に行きますね。それは、不従性と随伴性についてです。不従性っていうのは、この債権が、消滅したら、例えばですよ、私、あなたが、1000万円を返してくれましたってなったら、もう私は、あなたからお金を1000万円取り立てるこの権利、これがなくなるわけですよね。こうなくなると、それと同時に、定等権もなくなっちゃうよってことです。そもそも定等権って何のために設定したかっていうと、これを保証するためですよね。返してもらったらもうこれいらないじゃないですか。この債権ってもうなくなりますよね。つまりもう保証するものがこれなくなったわけなんで、だから定等権は消滅するんですよ。つながってるんでね、これとこれは。だからこれがなくなっちゃったら、これもなくなっちゃうよってことです。いわゆる定等権っていうものがなくなっちゃうってイメージですね。これは不従性。だから定等権については、
特定されているから、この特定されているものがなくなっちゃった、抵当権なくなるということで、不自由性があるんだってことです。OK ですか？ここまで。次、随伴性。随伴性ってこれ、伴うっていうね、漢字使ってますよね。こう、伴う。伴う。一緒にこうね、動くっていうイメージですね。だから私が今持っているこの債権ありますよね。貸金債権。これを第三者に売りました。譲渡しましたと。そしたら、この債権と、この抵当権っていうのはくっついてるわけなので、その人の元に行っちゃうんですね。今までは抵当権者は私なんですよね。だから私が競売にかけることができたわけですよ。でもこの債権を第三者に売っちゃったら、それとともに抵当権者はこの第三者になるわけです。だから第三者が、この土地について競売にかけることができるようになるんですね。だから、まあ、抵当権と、債権、これがくっついているんで、誰かに譲渡したら抵当権もその人の元に行っちゃうんだよと、権利者が変わるんだよっていうことなんですね。だから、まあ、随伴性があるんだっていうことなんですよ。続いて寝抵当権について考えてみます。寝抵当権は抵当権とはちょっと概念が違うんですね。抵当権は保証するものを決めたわけですよ。何を保証するか、保証するものを決めましたよね。一方、寝抵当権っていうのはいくらまで保証するのかっていう金額を決めるんですよ。例えばあなたが、所有している土地、これで1000万円まで借りることができますよって決めます。今決めましたね。いくらまで、1000万円までって決めたわけですね。そしたら1000万円まではこれ保証することができる。ちょっとイメージはね、これ見てください。土地、まあ抵当権を設定した土地を一つの箱と考えます。これが1000万円分の箱です。例えば私が100万円を貸しましたと。そしたら私は100万円の貸金債権があるわけですね。で、この100万円の貸金債権はこの土地で保証してもらいます。つまりこの箱に入れれます。でも抵当権と違ってこのところで結びついていないんですね。一応箱には入っているけども別に結びついてはいないんですよ。あくまでこの箱に入れただけなんで、まあ、100万円返してもらえればここに入れた債権というものが消滅するよと。債権はもちろん消滅しますよね。100万円貸して100万円返してもらったわけだから、この100万円の、貸金債権というのはこれは消滅する。でも寝抵当権、この箱自体は消滅しないんですよ。抵当権は、この抵当権自体は消滅しましたよね。一方、寝抵当権っていうのは、債権が消滅しても、この箱自体、いわゆる寝抵当権は消滅しないんですね。結びついていないんで。OK ですか？あくまで箱に入れるだけなんです。で、随伴性も考えてみましょうか。随伴性。これもですね、この債権っていうものを箱に入れて、私が第三者にこう譲渡する、売るわけですよね。売ったらこっから出ていくだけなんですよ。箱は残ってるわけです。で、この箱が第三者の方に行くかっていうと別に行かないです。何か繋がってないんで、単に箱に入れただけで、その入れたものを一回取り出して第三者に譲渡する、繋がってないわけですよ。だから随伴性もないっていうことなんですね。じゃあなんで寝抵当権っていうのがあるのかっていうと、これ抵当権ってお金を貸しました、抵当権を設定します、で登記しに行きます、で抵当権の設定登記するわけですよね。はい、返してもらいます。そうすると債権なくなります。そしたら抵当権の、抹消登記っていうのをするんですね。いわゆる抵当権を消すための登記をやります。でもし私とあなたの間でお金の貸し借りをよくやると、例えば私が、まあ、銀行だったと仮定しましょう。であなたがね、何か商売をしていると仮定しましょう。で、毎月毎月何か仕入れのためにお金を借りてますと。で、そういう状況だと毎回抵当権を設定して、で返してもらったらそれを、消滅させるから抵当権の抹消登記をしてって、これ毎回毎回やり取りするのめんどくさいし、いわゆる登録免許税っていうものがかかってくるんですね。そういっためんどくささをなくすために寝抵当権っていうのはできたんですね。箱だけ用意しといて、ここまでの間であれば、いわゆる今言った1000万円までの間であれば、もう借りて返してっていうものをずっと繰り返しますよ。例えば100万円貸しました。100万円返してもらいましたって言ったら、もうこの箱の中ゼロですよね。100
100万円の貸切債権入れるけれども返してもらうことで消滅します。次200万円貸しました、そのうちじゃあ50万円返してもらいましたってなってくると150万円は残っているんで、この中に150万円がこう積み重なると、150万で、次じゃあ、そうだな、500万貸しました、100万円だけ返してもらいました、そうすると400万円分積み上がっていきますと。今、私は550万円、合計で550万円の債権を持っているわけですね。で、これは今この土地で保証されているわけです。抵当権が設定された土地で保証されているんですけども、またこれ返してもらえると消えたりするわけです。毎回毎回今ね、抵当権は設定登記してないんですよ。一番最初に抵当権設定登記をしておけば、もう何回もやり取りができるわけです。貸して、返して、貸して、返してをずっと繰り返すことができるわけなんですね。だから、登記をする手間が省けるんですよ。だからこのようにしたわけです。で、いくらまで保証するのかっていう今金額、今1000万円って決めましたよね。このこと、いわゆる限度額っていうのを、極度額っていう言い方をします。いくらまで借りることができますよ。まあ保証しますよってことかな。この土地で保証しますよっていう。いくらまでっていうのが極度額っていう言い方をします。で、まあその他にもね、元本確定であったりとか、まあいろいろ話はね、どんどん続いていくんですけども、とりあえずはちょっと今回ここまでしましょう。今回お伝えしたかったのは何かっていうと、ちゃんと基本を理解しておけば、そこから応用につなげることができるんだよ。そういう勉強をすると、どんどん実力が上がるんだよ。だから、あなたも宅建に合格したのであれば、そういった勉強をしていきましょうっていうことを今回お伝えしたかったんですね。だから、独学で勉強している、また予備校で勉強している、こんなこと教えてもらってないよって思われるかもしれないけども、それは自分で調べるだったりとか、テキストに載っている内容を自分で噛み砕くっていう作業をね、やりながら自分で理解をしていくってことをやっていかないと、やっぱりいつまで経ってもね、時速って上がってこないんですよ。なので時間かかるかもしれないけども、それはやりましょう。これがやっぱね、一番効率的な勉強なんですよ。合格するための道っていうのがあるわけですね。これいわゆる今私がずっと言っている効率的な勉強の仕方なんですよ。この道を歩み続ければ、いつかは合格できるんですよ。でも多くの方は、この道があるにもかかわらず、早そうだなって思える道を行くんですよね。でも実際この道っていうのは合格につながってないんですよ。その道っていうのは過去も丸暗記。テキストの丸暗記っていう道なんですね。一見するとこっちの方が早そうに見えるけれども、いつまで経ってもゴールに結びついていない。で、なんか迷走してるんです。いろんなところをぐちゃ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 。それであれば合格への道、これをゆっくりであっても歩み続ける。そうすればね、合格はできますんで。で、今言ったような基本から応用、これ今縦のつながりってこう書いてあるんですけども、基本があってその上に応用があるわけですよ。だからこれ今縦のつながりって書いたんですけども、縦があれば横があるんですよ。横っていうのはこの横のつながりですね。例えば分野をまたぐ、例えば同時履行の公弁権ってなってくると、いろんな分野にまたがっていますよね。例えば私がこのペンをあなたに売ったとします。その時あなたが代金を支払う義務とこのペンを引き渡す義務っていうのは、これ同時履行の関係なんですね。あと私が建設業者だと仮定しましょう。で、あなたが会社員で土地を持っていました。そこに建物を建てたい。でも自分では建物を建てれないじゃないですか。だから建設業者である私に、受け負ってくださいと、建物を建ててくださいって頼みました。で、頼まれて私が建物を建てました。で、建物を建ててあなたに引き渡します。この引き渡し債務、引き渡し義務とあなたが払う、まあこれ報酬って言い方するんですけども、報酬を支払う義務、これは同時履行の関係。今受け負いですよね。初めに話したのは、売買契約の話。今、請負契約の話って、まあ、これ横のつながりですよね。まあ、その他同時履行の公弁権が主張できる場合と、主張できない場合、まあ、いろいろありますんで、そういったものを関連付けて、つなげて頭に入れていく。これ、横ですね。分野をまたいでやっていく。まあ、こういったことを取り入れながら、勉強していかないと、やっぱり実力って上がってきませんので、ぜひこういったことをね、まあ、一つ参考にしながらですね、勉強を進めていきましょう。勉強の仕方を間違わなかったら、絶対合格できますんで、頑張っていきましょう。効率的な勉強して短期間で無駄なく楽に合格したいあなたへ、レトスは個別指導を行っております。ぜひ今すぐ右上のボタン、もしくは下の概要欄から詳細をご覧ください。またチャンネル登録や
毎日3問、過去問を分かりやすく解説したメルマガも下から無料でご登録いただけます。試験勉強に役立てて、次の試験で絶対宅建合格しましょう。